pH 試験紙とは、水溶液の pH を測定するために使われる試験紙である。万能指示薬を使用しているため、万能試験紙または万能 pH 試験紙、一般的な試験紙より大きな範囲で測定できるため広域試験紙や、全域 pH 試験紙、指示薬を使っているため指示薬試験紙とも呼ばれる。露紙に指示薬を染み込ませて乾燥させたもので。 1931年に発明された。pH の数値によって変化する色が違い、色見本と見比べて pH を測定する。学校で使うほどに普及している。精度は種類によって違う。持ち運びできるため、野外で使用しやすい。簡単かつ簡便に調べられることが利点。測定範囲は試験紙の種類によって違うが、よく使われるユニバーサル試験紙は、 pH1 から11、ホールレンジ試験紙は pH0 から14という測定範囲である。1931年、日本の東洋露紙で発明される。発明当時は短冊タイプで7種で1セットとして水素イオン濃度試験紙と呼ばれていた。同年に東洋露紙が pH 試験紙を第三回科学工業博覧会に出品した。しかし、 発明当初は pH そのものが普及しておらず、一部の学者からはおもちゃ呼ばわりされた。だが、金属メッキ加工業者や醤油や酒の製造業者などの産業界の人々は、この便利さに気づき、技術指導の有力な武器として紹介したことによって、様々なところに広まっていった。ロールタイプは、アメリカ合衆国から広まっていった。今では、 小学校や中学校で使うほどに普及している。pH 試験紙は pH 値で示すことができる、手術の指示薬を生成した上質の露シに染み込ませ、乾燥したもので、これにより色が変化している。ロールタイプの内部、巻かれている。pH インジケーター用途によっての種類がある。pH 試験紙にはケースがあり、どのような種類でもそこに色見本がついている。また、 pH の測定範囲も書いてある。その試験紙がユニバーサル試験紙であれば、ユニーブ、ホールレンジ試験紙であれば、WR と書かれている。また、一部の試験紙にはケースの片面を回すと、プラスチック製のディスペンサーが作動し、試験紙の先端を出したりしまったりすることができる。pH 試験紙の色の変化は試験紙の種類によって違う。pH1 だと、 赤色や大々色に近く、pH が高くなるにつれて黄色、黄緑色と変化し、pH7 になると緑色になっている。そこから、さらに pH が高くなるにつれて、青色に変化していき、pH11 になると群青色や紫色になる。pH0 だと赤色で、pH が高くなるにつれて、大々色や黄色に変化し、pH7 になると、黄緑色になっている。 そこから、さらに pH が高くなるにつれて、緑色や青緑色に変化していき、pH14 になると青色になる。それぞれの浸してある指示薬の pH 測定範囲によって色の変化が異なる。使われているセルロースの変色部によって色が違う。このようにして pH を測定する。水溶液をガラス棒につけ、1秒以内に引き上げる。 pH 試験紙をピンセットでつかみ軽く振って余分な水分を取り除いてから水溶液がついたガラス棒につける。色が変化したらその時の色調と色見本を比べ5秒以内に pH を測定する。pH 試験紙は医療、農業、上下水道、化学製品、アクアリウム、発酵食品、静止、金属メッキ、美容院、繊維、染色、オフセット印刷。 水質検査、土壌やセメント、温泉の pH 測定、消防用設備と点検機器工具としてなど、産業界でも多岐にわたって使用されている。また、野菜の生育を理科学的に知るために使われる。そのため、ホームセンターや薬局でも売っている。尿の pH 管理にも使われており、主に犬や猫が使う。ストルバイトや集産、防護炎対策として、 pH を測定している。唾液の pH 測定にも使われている。歯医者では、唾液に pH 試験紙をつけて pH を測定することにより、お口の中の全体の細菌数、虫歯菌の数、歯周病菌の数、またその割合などあらゆることが細菌学的に判断をすることができる。唾液の pH 測定の方法としては、 食べたり飲んだり歯を磨いたりしてから2時間待つ。スプーンに唾液をかける。pH 試験紙を浸して、取り外してから15秒待つ。色見本と試験紙の色の色調を比べ、pH を測定する。という方法がある。使用期限は購入後、約3年だが、開封後は速やかに使用することが推奨されている。保管方法は高温多湿と直射日光を避け。 風通しの良い恋愛書に密閉して保管すること、ありがとうございます。